五福島神社から見ると、鳥居の後ろが、海の見える、森美術館界の見える、森美術館は、広島県2日市市王の亀ヶ丘にある美術館。梅本機械製作所の代表取締役で、宗教法人、平等大英会設立者の梅本霊、明田誉が収集したコレクションを展示する。収集品は、中世から近代にかけての日本美術が大半を占める。 代表的な所蔵品として、梅本礼、明田誉,誉れと関係があった、竹内製法やその弟子たちを中心とした、京都の近代日本画が挙げられる。その根幹は、昭和60年に、四文閣から一括購入した製法関係資料で、粉本やスケッチ、写真類など、数千枚にも及ぶ。浮世絵分野では、歌川広重の課長版画に優れ、 浮世絵に影響を与えた中国版画も多く所蔵。古代から現代までの香水瓶コレクションを有する。館内のカフェからは、対岸の宮島や瀬戸内海を一望することができ、遥かに、五福島神社の赤い鳥居を認めることができる。昭和56年11月そのコレクションを公開するため、前身となる大石城美術宝物館を開館。 平成17年9月に館内を全面改装し、名称を現在の海の見える森美術館と改めて現在に至る。https g o o ス .gl m a p s o n k q s p 8 u s 8 h に。<os> ありがとうございます。